こんにちは、たくみです。今回ですね、ちょっと知り合いの方からですね、発電機の方ですね、修理の方お願いされたので、ちょっと見ていきたいと思います。それではちょっとまずタンクの方ですね、中を見ていきたいと思います。ガソリンニュース、なんか意外と切れそうですね、これ普通にガソリンが入ってないんで、ちょっととりあえず入れてみようと思います。はい、じゃあガソリンの方がですね、混合油の方となってます。エンジンツーストですね。ちょっとシードテストしてみたいと思います。オンでチョーク引いて燃料をオーブン、よし、ちょっと鍵を押す。ちょっとキャップコンディショナー使ってみます。よし、キャブクリーナー直接キャブのところに入れてかけてみようと思います。ダメか、こいつキャブ分解しないとダメかもしれないですね。やばいっす、家の中でかけるもんじゃないっすね。めちゃめちゃ煙になっちまった。うわ、ツーストエグいっすね、やっぱ。やべやべ。ということで、一応エンジンがかかったんで、あとはエアクリーナーとか交換して仕上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。